今話題のマッケンさんへ、パパが生きてたらあなたに何と言うかな。行ってもらった山に連れてタコあげたり、いろんなことできたでしょ。できた。これはねマッケン、はい、どうしてだかわかる？わかるか？いいよ、お友達。そう、いいお友達をたくさん持つこと、それにはマッケンがわがまま言っちゃダメ。わがまま。お前はちょっとわがままなんだね。お友達のためにね、一生懸命してあげることが大事なことだ。ゴーちゃん聞いてんのか？うん、お友達を大事にすることだ。そうだ、よし、グッ。少々やんちゃでも父親の背中を見ながら、子供たちは健やかに、そしてまっすぐに育っているようです。